この出来上がったポテトをね、回収していきましょう。ほい。あ、ホクホクだね。これは美味しそうだ。パンプに入るかな？こぼれちゃうわ。皆さんこんにちは。わらずキッチンへようこそ。今回作っていくのは、お家で簡単に作れるパンプキンスープ。かぼちゃスープをね、作っていこうと思います。それでは早速レシピをね、見ていきましょう。まず必要なものが、玉ねぎ、そして、かぼちゃ、これチキンブースと、サワークリームですね。サワークリームって言ったら、俺はポテトチップスしか思いつかないけどね。なんだろうね、これは。あとが、ソルト、塩ですね。さあ、必要なのは1、2、3、4、5。全部で5品ですね。早速じゃあ、準備していきますか。まあ、料理で一番大事なのはやっぱりね、スピードと美味しさ。この2つがあればね、もう正直何でも OK だと思うんでね。まず必要なものは、玉ねぎですよね。玉ねぎが何個いるんだろう。書いてあるんだけど、ちょっとわからないな。うん。120g。120g だって。はい。1個。1個で足りるかな？まあ、だいたい1個かな。多分1個でしょう。はい、1個。で、あとは、必要なのが、かぼちゃ。多分まあ、丸々1個ぐらい使うんじゃないかな。なんせ、パンプキンスープだからね。パンプキンスープなんで、これも、はい。あ、落ちた。あ、まあまあ、これは置いておきましょう。あと必要なのは、チキンブロース。チキンブロースってなんだろうな。なんか、バース的な、多分あれでしょう。鶏の油的なやつでしょ。要は。なんだろうな。チキンバース的なやつがない場合は、もうチキンでいいかな。チキンにしよう。これか。あ、じゃあチキン、はい。これですね。これをここに置いて、そしてあと必要なのは、サワークリーム。サワークリームあるかな？冷蔵庫だよね。あ、サワークリームもないから、ちょっとココナッツオイル使いますか。やっぱね、必要なのはね、速さですからね。やっぱり料理に大事なのは。やっぱり料理には速さが大事なんで。あと、塩ですね。はい。準備できました。ここに置いて。よし！それでは、すべての材料が揃いましたんで、早速、これをね、調理していきましょう。まず、鍋に、お水を入れますかね。何cc ぐらい入ればいいのかな。まあ、お鍋いっぱいぐらいあれば多分みんな美味しいからね。飲めますから。とりあえず、この鍋いっぱいに入れます。まあ、だいたい2リットルぐらい入れましょうか。はい。じゃあこの2リットル入れたやつを、火にかけます。ここで、はい。こと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 と。で、じゃあまず、どうしようかな。多分一番火が通りにくい肉から入れますか。はい。鶏肉を入れて、玉ねぎも、まあなんかいると思うから、玉ねぎも入れといて、あとは、ココナッツミルクとかも初めに入れた方がいいかな、多分。じゃ、蓋を開けて、ジャバー、あ、こっち、位置が違うな。この辺かな？ジャバー、あ、いいですね。だんだん色が、美味しそうな色になってきた。オッケー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 。さあ、これはもういらないね。あとは、塩もまあ、最初に入れときましょうか。味がつくようにね、ちゃんと。さっ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 さ。結構水多めに入れたから、これ辺はね、結構多めに塩も入れていきましょう。これはもう思い切ってもう 50g ぐらいいっちゃいましょう。はい、50g ぐらいですね。はい、OK です。さあ、塩は置いて、玉ねぎじゃないわ。かぼちゃじゃあ切っていきますか。かぼちゃちょっと大きいんでね、サイズが。これはね、切っていきましょう。じゃあ、包丁で。よし！だいたい細切れにできたら完成ですね。さあ。包丁を置いといて。じゃあこれを持っていきましょうか、お鍋に。さあ、だいぶ煮詰まってますね。この中に、こうやって。うい！ちょぼ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 。あー、めちゃこぼれたな。まあ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 。この辺はね、予想の範囲ですね。さあ、じゃあこれは、置いといて。あとはちょっと、しばらく時間かかるんで、煮詰まるのに。ちょっとじゃあその間、他の料理作れますかね。今回は、ポテトをね、一緒につけましょうか。じゃあ油を入れて、じゃっ。
いやー、俺一回ね、ポテトを作るのが夢だったんですよ。いやー、これで夢叶えました。これね、そのドットを入れ、おい、おい、オッケーオッケー。まあ、5個ぐらいかな。じゃ、ついでにパンプキンも入れま、入れときましょう。おい、あー、落ちた。これ重たいな、このパンプキン。はい。こんなもんかな。まあ、しばらくすればおそらくできるんでね。ちょ、もう一個空いてるんで、こっちも使っちゃいましょうか。よいしょ。あの、ガスの力を使って、これ火力が増すんでね。よし、これで、この爆発の力を使って、ポテトを開けるという感じでいきましょう。さあ、そろそろできましたかね。じゃあ、油抜いて、よいしょ。これも切って、よし。あ、待って、フライヤーがないわ。フライヤーどっか行ったわ。まあ、いいか。筆素手でいく。あー、ちょ、うわよし、それじゃあ、この出来上がったポテトをね、回収していきましょう。ほい。あ、ホクホクだね。これは美味しそうだ。パンプキン入るかな？あー、こぼれちゃうわ。まあ、あと拾いましょうか。よし！じゃあ、これをね、切っていきましょう。あれ？包丁がないな。あー、そっか、さっき投げたんか。あー、ありましたね。じゃあ、この包丁使って、ポテトをね、切っていきましょう。食べやすいサイズに。よし！オッケー！完成しました。さあ、じゃあこのね、細切れにしたポテトを、じゃあ盛り付けていきますか。うまくできるかな？これ結構難しいんですよね、盛り付けが。これ大事ですからね。悲しみの向こうへと。そして、しばらく待って出来上がったこのスープですね。熱々のスープ。もうこれは多分出来上がってるんじゃないかな。だいぶいい感じに火が通ってて美味しそうですね。よし！それじゃあ、これを、容器にね、移していきましょう。パンプキンスープ。はい。この辺、難しいですね。ちょっと待ってよ。この辺かな？この辺から。あ、オッケーオッケーオッケー。あ、いい。美味しそう。めっちゃ美味しそう。すごい。え、結構美味しそうじゃない？この色。いや、自分で言うのもあれだけど、めちゃめちゃ美味しそうなスープじゃないですか、これ。さあ、完成しました。今回のメインディッシュ、かぼちゃスープ。いや、これはね、私も今回初めて作ってみたんですけど、かなりね、力作でございます。色合いがね、なんともいい。この透明感のあるオレンジ、めちゃめちゃ美味しそう。まるで、例えるならオレンジジュース。そしてメニューになかったね、おまけのフライドポテトですね。作ってみました。とても美味しそうですね。そしてパンプキン添えという感じで、今回のメニューは完成です。レシピは、こちらになっております。皆さんもね、ぜひお家で、作ってみてください。注意。この動画のシェフは特殊な訓練を積んでいます。むやみに調理法を真似しようとしないでください。